ディズニーシーの源泉の時間です。川口がすごい、すごい、ミンディとレイジーの20分人がすごいです。歩けない。ランドより本当に混んでる。シーの方が混んでるね。いや、すごいですよ。人の量が。人。コロンビアも展望デッキに来ております。すごい景色がいいんですよ。人も少ないし、ガラガラです。もうどこ行っても混雑してるからさ、どうしようか悩んでんだよね。アトラクション乗ろっかな。なんか、ステップトゥーシャインのショーを見てもいいし、まあ、待ってる方もいっぱいいらっしゃいますね。まあ、ぼちぼちいろいろやっていこうかなと思います。でもここ本当に景色いいんでおすすめです。静かなのが一番いいけどね。今からザンビーニでご飯食べてこようかなと思います。いや、ここ結構安いから大好きなんですよね。メニューこんな感じになっております。どれにしようかな。おすすめセットにしました。めっちゃ美味しそう、ペペロンチーノ、あとピーチゼリーのデザートになってるみたいです。夏らしいね、ピーチにさっぱり、あとスプライトにしました。食べてみます。じゃあ今から食べます。すごい美味しそう、匂いがすごいです。いただきます。美味しいです。本当にさっぱりしていてすごく美味しいです。で、エビも、プリプリしてる、美味しい。あ、これおすすめです。すごい美味しいです。続いてはピーチゼリー食べていこうかなと思います。美味しそうだね。なんか果物がいっぱい入ってるね。ラズベリーかな。レモンも入ってます。食べてみます。あ、さっぱりしてる。このセットいいよ、美味しい。デザートも美味しいし、パスタも美味しい。いいね、最高。完食しました。美味しかったです。いや、本当に安くて美味しいからザンビアはすごい好きです。席も1階と2階席もあって、席数も美味しいし、安いし、コスパもいい、美味しい。何なんだろうね、完璧。扱いやすい。よし、それじゃあ最後は俺の名前を叫んで終わろう。俺の名前は海賊見習いのピーターだ。せーのって言ったらピーターと言って終わろう。分かった人、はい、よ、せーの、ピーター。よし、ありがとう。それじゃあまた会おうな。ありがとう。結構人いますね。多分ね、アクアトピアもえぐいことになってますよ。し、回転率のいいシーライダーでも何分なのかちょっと気になるんですよね。
空10分笑えない。これファストパスでも相当待つでしょ多分。超列できてんじゃん。